まあでもその今の職場はワンオンワンっていうのをむっちゃやるんですよ。それぞれ、上長がなんかまあ部長、局長みたいなので23人いてでそれぞれ2週間に1回ぐらいやるんで大体毎週12回やる感じになるんですよね。で、このワンオンワンをこう気軽にできるっていうのは一つまあ数少ないというかこのオンラインの利点かなという気がします、ね、確かにね。 そのやっぱりりねねんくささがだいぶ減りますから、ね、でなんからな、まあ、ちょっと上下関係がある非対称性の間柄ってやっぱどうしても用々しくなっちゃうので、うん、なるべくフラットにカジュアルにやるっていう時に結構このオンラインっていうフォーマットは電話の延長のように見えて一応オフィシャル感もあるみたいなのは、うん、結構使い勝手がいいしあとまあ 設立10年ぐらいのベンチャー企業だと、うん、やっぱりメンバー間のこうなんか意思疎通がむちゃくちゃ大事になってくるので,です,、ねうん、すごいそれが気軽にできるっていうのはこれは便利なんだろうなってこれがない時代は一時じゃ会議室取ってとか確かにね面倒くさいよねオフィスの隅っこでみたいなのは、うん、ちょっと回んなかっただろうなっていう気はしてますね、うんうんうん、伊藤さんワンオンワン最初の頃やってたよね やってましたもうやんなくなったんじゃない私は所属も変わっちゃったんでまあ確かにねだけどデジタル編集長はデジタル編集長じゃなかて部員とのね分かんなくないその誰がどういう人かとね全く分かんないんですよねやっぱりね一対一で話すことってすごく大事だと思いますけどねやっぱりほぼそれがマネージャーの仕事といっても割とデジタルテック企業ではうんうん だからなんか1人で持っている部下の数は78人みたいなって、うん、で決まってたりするんですよ、うんうん、毎週1時間ワンオンワンするとしたらそれぐらいが限界だからっていうね無理ですね、それ以上はねでもまあ確かにそれがそれ、本当だよねだって私、未だに思いますけど、まあ、私もその評価とかをされるわけですよね。 お前喋ったことねえだろみたいなディスクが俺の評価してるのはどういう了見なんだっていつも思ってますけどね <laughs> あの制度よくないよね、僕だと逆のことやったもんだって名義だけその組織にいたときに薄、うん、いつながりの人を評価してくれみたいにしちゃって調べたもんね、だから。 ゼロからこの人、何書いてるのかそ, <laughs> そんなのさ、変じゃん、やっぱり普段から知ってる人だったら何でもね、評価もあ良くないなと思ったうんに比べると、やっぱり1ワ1をちゃんとやってるっていうのは、そっちの方が絶対いいよねいや、これはね、たまに私、ウィズニュースチームのスラックにこう、不定期通信っていうのを書いてて、今の職場で発見したものを過剰書きに送ってるんですス編集部を離れたのではちょっと。 寂しいんでちょっと構ってもらえたこの間記事も書いたもんね。またそれも嫌われますよその会長。マジで。会長プレイ。やめて。やめて。いつでも遊びに来てって言って本当に遊びに来ちゃう会長見ちゃう代表と縛れく会長みたいじゃないですか。やめてあげて。もうやめてあげてそんなこと言うの。もうやめよっかな。いやいやいや。ちょっと話の途中で。そこで何書いたんでそこでだいあげるのはもうそういうこう。 人,人事的なコミュニケーションの手厚さみたいなのは、うん、あれやこれや本当に整っていましてうん、うん、研修もそうですし<う>採用もそうですし研修、ね、でも新聞社を、まあ、反面教師にするなら、うん、もう真逆ですよねっていうのはやっぱ人ありきというか人以外もうないじゃんみたいなそうだよね本当そうだわで新聞社なんか結局製造業だったなって気がして、うん まあ輪転機っていう装置があって成り立ってたから、うん、多分、人も歯車ぐらいな感じがどっかにあるので海外に行くみたいな感じでやってるとなかなか時代的には難しいぞといや確かにその通りだと思いますね歯車的な感じでこう、ね、あの記者も社員も動くもんね高校野球からね研究 警察からねそれがさ、本当にここ数年でさ <laughs> DX の掛け声と,とともにさ、なんとかこうね、少し変えていこうとしてるけれども、全然変わってないところ、まだいっぱいあるもんね。うん難しいですよね、うん、でもやっぱりゴール、ゴールというか、世の中的な流れはもう決まっちゃっているので、うんまあ、この間、近藤幸太郎さんの本を読んだんですけども、もどんな本あの産業で写って読読んだ読んだ なんか近藤さん、やっぱり社内だと変人じゃないですか、うん、<laughs> まあねでも、あれが変人じゃない組織にしないといけないんだろうなって気がしましたああ、それどういう意味でやっぱピンで、まあ、さっきのこう記事のバラ売りとかにも通じますけど近藤さんほど尖ってなくてもいいけどなんかその人にしかできないことみたいなのを全然求めないわけじゃないですか、うん、今って。うんうん でああいう,ふうに近藤さんみたいに自力で開拓した人は、まあ、なんかいろんなその時の上司との関係とか、うん、所属している部のカルチャーとかでいろんな確率の上にたまに生まれますけど、うん、全然戦略的にあれを生み出してるわけではないまあ近藤さんとしては多分根っからああいう人だっていうただそれだけのことでね、まあ、ある種のほうがだから天才ってことになってくるよね。そううでですね、うん、でも市場価値というか、うん まあサービスで求められてるものっていうのは多分あっちの方なんじゃないかなというだけどさそういうものっていうのはなんかそれこそ近藤さんみたいな天才はともかくとしてさでも思うに近藤さんがなぜすごいかっていうのは、うん、まだ組織にいいいるってううのがすごいと思ああ見えて、うん、まああんまり地域の記事書かないと思いますけどあの人は、うん、ただ 組織の中での立ち振る舞いを最低限守っているわけじゃないですかそ,、ねうん、そりゃそうだわっていう意味であの人はすごいなと思います、ね、だからあれぐらいのこう尖りつつもチームプレーみたいな要素を持つっていうあのなんか程よい人材育成っていうのをなんかできないかなとて本を読んで思いました でもどううなんだろうねそういうのって人に言われてやることなのかねっていう気もするけど、ね、うーんまあでも黙っててもできないんであればまあねちょっと手こえれしなきゃいけないしだってさあなたもさウィズニュースやっててさ、まあ、最近だいぶ変わってきたけどもさその基本ね外部のライターさんが書いてる記事が多いけど記者からさあのウィズニュースの記事を書いてくるみたいな時って別にそのこっちから声かけなくったって普通に来るみたいなやつは来るし書かないやつは全然書かねえっていうのは。あの ウィズニュースの規模であれば、うん、ウィズニュースのメンバーだけで成り立つと思ったのであんまり開拓はしなかったんですよ67人がそれぞれ専門性を持ってやってて、うん、その延長に外部のライターさんがいる、うん、っていう意味で言うとあれぐらいの、まあ、プロジェクトの規模感であればやっていけるかなと思ったんですけれども、うん、まあ朝日新聞っていう器全体で見るとかか、ねうん、ちょっとやっぱ歯車が。 的ななものが強いなとは思うのでまあねもうちょ,っとちょっとスペシャリストシフトしていった方が市場価値が出るんじゃないかなという気にはまあそうなんだけどさでもさ伊藤さんさやっぱりそんなさ、うん、あの近藤幸太郎さんみたいな人めったにいるもんじゃないしむしろ人間の9割っていうのはさ あれじゃん常に明平さんの本で僕たちはガンダムのジムであるってジムじゃん <laughs> 俺たちなんてもんはそういう人たちで,でもしかしこのなんかねなんとか官とか組織回すっていうか新聞、まあ、作っていくみたいなところが多分仕事だからうん、うん、まあ近藤さんを量産できるのは潰さないってことだけですよねあそれは大事だね。 うん、でその潰さないためには、まあ、僕、ちょっと逆のこと言うですけど、やっぱりオペレーションが大事だと思うんですよ、なんかちゃんとしたその仕組みっていうのを整えてないと、やっぱり絶対潰しちゃうから、うん、そうねなので、こうなんていうのか、ね、プロ野球でも3軍組織があって、2軍組織があって、1軍に上がっていくるみたいな感じがあるじゃないですか、あ<る>でそれってやっぱりきちんと育成の仕組みを整えていた方が絶対いいと思うんですよ。それはそうだわ、ね そうじゃないと別にあの人は天才だから上がっていったんだよねって話になっちゃうからでそういう人しか上がれないってこと、ね、そう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 別に天才を作ることはできなくても潰さない環境を作ることはできるから、うん、まあそれには結構ちゃんとオペレーションを大事にすることが僕はすごく大事だとなるほど、うん、まあそうですねそこら辺がなかなかねあの朝日新聞社もジャパニーズ・トラディショナル・カンパニーっていうのが、ね、なかなか苦手なところかもしれないですね最後まで聞いていただきましてありがとうございました よろしければですねチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。朝日新聞の神田大輔でした。